ステイのもう好きにステイ、始まりました。メンバーのプロフィールを知るためのですね、クイズ番組ということでございまして、今回は私ダイナマイトリョウくんについての問題を出していく回でございます。よいしょ、ありがとうございます。ダイナマイトよ、ダイナマイト。今回ですね、回答していただきますのは、ダイナマイトリョウくんの生態に詳しいお三方でございます。まず一番向こうからですね、 UC ダイナマイトでございます。はい、真ん中がチンゲということでね。ごめんなさい、ユッケさんです。次はコウちゃんでございますね。はい、じゃあ行きましょうか。まずはこちらの問題、ドゥドゥン。僕が愛してやまない俳優、行きましょう。俳優さん、俳優さんです。ありますね。はい、ゆうちゃん。片桐はいりさん。片桐はいり。まあ好きだけども違うんですよね。お、コウちゃん。阿部寛。阿部寛、あ、好きだけど惜しい感じですね。ヒントを出していい？お願いします。渋めの男性で、はい、どうぞ。キムさん、はい、はい、田村正和。違う、判明ケンマーやん、それも。よくやる。判明ケンマー。違う、違う。最大のヒントいきましょうか。お役所勤めなさってたんですよね。あ、違う。まあ、辞めて俳優になろうってなった人です。はい、はい、ゆうけさん。大泉洋。違う、大好きだけど。じゃあもう答え言いましょう。役所広司さんです。だから役所広司。そうそうそう。じゃあ次行きましょうかね。小学校の時、必ず夏休みの宿題で参加してたコンペみたいなのがあったんですよ。そのコンペとは何？はい、こうちゃん。大声コンテスト。大声コンテスト1位やな。大体1位ですわ。いや、じゃあもう夏休みの宿題で大声ってどういうこと？ちょっと丁寧に突っ込んでくれます。ちゃんと乗って。はい。みんなの地方にもあったんですよね。かもしんない。で、選択で、でも半分ぐらいはやってるんですよね。うん、当てていいですか？お、来いよ。いきます。裸でジャングルねえよ。かすった。え、かすった？1ミリもかすってねえよ。はい、こうちゃん。全米が泣いた創作絵日記コンペ。創作絵日記コンペ。違います。すいません。はい、ヒントください。ヒントやろう。私のアイディアなんとかです。あ、なるほどね。図工系だね。あ、もうこれ正解分かったけど、あえて外してる。おい、なんで？当ててよ。当てようじゃん。はい、こうちゃん。私のアイディア貯金箱。素晴らしい。おめでとうございます。そう、なかったけど、まあ貯金箱。なかった気がする。そう、僕が持っている資格、まあ結構僕ですね、資格いっぱい持ってるんですよ。まあ手段3級だったりとか、空手初段、アーク溶接、普通自動車、レスキューダイバーもそうなんですけれども、その他にですね、もう一個持ってる資格があります。なんでしょう。はい、でね、顔が四角。顔が四角。見た目なんなんそれ。鮮やかですね。はい、認定チルダーニ。認定。認定とかあるんだ。認定されてる。これ当てにっていいの？もちろん。そんなやつ、それ当たるやつ俺も分かるけど。おも、じゃあもう一斉のでいいですか。はい、じゃあせーの、ドン。はい、え、なになになに。普通自動車。いや、それ言うたやん。え、言ってた。言った。船舶なんとか免許。船舶運転。あ、絶対に正解でいいでしょ。よし。いや、もう普通自動車言うたやん。言ってた。言うた。ちょっと聞き逃さね。小型特殊船舶ですね。ジェットスキーってやつだね。では次行きましょうか。はい、群馬出身、群馬育ちということでございますが、その群馬いっぱいある特産物の中で僕が一番好きな特産物なんでしょうか。これしか知らんけど。いや、しかとか言うなや。はい、ゆうちゃん。つまごいキャベツ。つまごいキャベツ、そこまで知ってる時点で正解にしてあげたいけど違う。嬉しい。つまごいのキャベツね、有名なんですよ。はい、はい、こうちゃん。ひもかわうどん。ひもかわうどん、正解。早い。早い。ひもかわうどん、正解です。俺これしか知らんかった。ひもかわうどんです。俺もそれにしようかな。そうそうそう。他にもね、まあ焼きまんじゅう、他にもね、まあ焼きまんじゅう、他にもね、まあ焼きまんじゅう、はい、はい、はい。焼きまんじゅう。ちょっと先にそっち欲しかったな。あー、ごめん。あー、いや、もう焼きまんじゅうね。はい、ボケとしては、もう大失敗じゃないですか。はい、栃木とか茨城で言って、どこどこっていうのをやるべきだったのに。そう、もうみんなちゃんと群馬で使ってもうひもかわうどんです。もう羽色のね、ほぼ一旦もめんです。そう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 、もうあまりにも腰を意識し続け、意識しすぎた結果、切らないっていう選択をして、座布団って言われてるね、うどんが出てるわけですよ。もううどんじゃねえやん。え、ちょっとおもろめのやついきましょうか。え、ハードル激上がる。いや、バチバチ上がってますよ。授業参観とかね、あると思うんですよ。お母さんの匂いを発表していく。僕がうちのおかんの匂いはどんな匂いと言ったでしょうか。おい、ゆうちゃん。
ひもかわうどん。なんでひもかわうどんの匂い。だし、ただのだし。何が覚えねえそんな。はい、どうぞこうちゃん。洗ってない犬の匂い。洗ってない犬。りょうくんのお母さんごめんなさい。いやでも結構近いね。え、濡れた犬近いよ。はい、ゆうちゃん。奈良漬け。奈良漬け。どうせ、すいません、お母さん。じゃあちょっともう答え言っちゃいましょうか。答え、動物の匂いと言いました。あー、シンプルでよかった。シンプルでよかった。じゃあ次行きましょうか。中学校の時の理科の先生の手帳に書いてあった僕の特徴を答えよ。お、ゆうちゃん。はい、将棋フェイス。将棋フェイス。先生がそれを生徒の特徴書いてたらもうやばいでしょ。問題ですね。はいはい、はい、生命を感じる。生命を感じる。そんなにね、理科関係ない。はい。魔法のようじゃ。なんで。わざわざ喉まで整えたのに。乗るな乗るなよおい。次世代のスター。次世代のスター。それが正解にしたいけど違う。まあ、答え言いますと、おしゃべりって書いてあったんです。それを踏まえて。いや、答えやから今の。あんま思わない答えやったかもしれないけど、ちょっと無理やり落ち作らんでいいから。どうボケるか。もう違う違う違う。せやおしゃべり。やめて。なんだ。次の問題。ダイビングが好きなんですけれども、キューブダイビングでグアムにダイビングしに行ったことがありまして、海の綺麗さに感銘を受けて叫んでしまった僕の英語英語のフレーズ。フレーズ、うん、はい、こうちゃん。これは綺麗って言いたかったけど、はい、単語わからず。おクリーン。クリーン。違う。これ合ってるか。お、ゆげさん、はい、どうぞ。ダイヤモンド。ダイヤモンド。違う違う。単語合ってます。人え、それ気に入ってるか。ダイヤモンド。マジでやな。ダイヤモンドになってはい、ゆうちゃん。バーン叫んじゃったんですよね。 I've never seen such a beautiful view but I do love a ocean. やめてください。ちょっと恥ずかしくなった。いやでも面白かった。ありがとうございます。何十メーターも下にそこがあるのにもう見えたわけですよ。あれ、まるでバーン。あー、なるほどね。飛んでるようだって思った時に俺が言いそうなことを。はい、飛んでる。飛ぶ日本語。フライアウェイ。フライアウェイ。あ、でもかなり近い。英単語一文字。一単語。いや、二文字。なんとかなんとか。うん、片方言いましょうかね。フライ。フライね。フライ。わかった。はい。当てますね。はい。フライハイ。イエス。イエスイエス。フライハイでございます。では次行きましょうかね。はい。僕がね、イカをね、この世で一番愛している生物って言ってるのはみんなご存知だと思うんですけども、2番目に僕が好きな海水生物。何？これ当てちゃう。当てに来いよ。はいはい、こうだ。クラゲ。クラゲ。違うな。いやでもね、ちょっとね、その捉え方惜しいな。わかった。はい、ゆうちゃん。ほやほやほや貝ほやがいたのほやリアクション貝もう大好きなんだ。はい、こうちゃん。クリオネ。クリオネ。あー、でもほんとほんとそう、君の捉え方いいよ。こうちゃんの考え方が近いの。やっぱこうふさっとした感じの印象がね。はいはいはい、ゆうちゃん。毒海蛇。毒海蛇。ふわっとしてる。毒海蛇。毒いらんし。君にとって毒海蛇ってふわっとしてるんや。海蛇だけでいいし。はい、ゆうけさん。はい、タコ。タコ、してんの。こんだけ泳いできて、まだしてんの。はい、こうちゃん。イソギンチャク。イソギンチャクもちょっと違うな。動かないやつじゃない。で、あんま大きくないね。で、名前に海がつきます。わかった。わざわざ海がついてるってことは、もともと池とかの生物や。違う。はい、ゆうちゃん。ナマコ。おい。ナマコ。海は。え、どの辺に海？ん？こうちゃん、こうちゃん、はい、こうちゃん。海猫。海猫。いやー、海中じゃねえし。ギブアップで。あ、ギブアップで。はい。え、いいですか。いいですね。いいですか。海牛です。あ、そう、それ言いたかったの。海牛。それ言いたかったの。はい、次の問題。行きましょう。ダイビングってウェットスーツの他にドライスーツっていうのがあるんですけれども、うん、お尻のところにね、ここうつねか。お尻のとここの辺ですね。文字が入ってます。なんと書いてあるでしょう。はい、ゆうちゃん。右尻。右尻。右尻。説明をね。どこにあるんですか。もう一回見せてもらって画面に。右尻です。右尻。説明をね。はい、こうちゃん。ジャッキーチェン。ジャッキーチェン。あ、でもいい、いい、いいとこ。はいはいはい。違うけど。じゃあもちろんな。トム・クルーズ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。いや、ジャッキーチェンいいですね。ちょっと近い。わかった。わかった。はい。ブルース・リーですね。イエス！イエース！イエース！おめでとうございます。ブルース・リーですね。ブルース・リーって入ってるんですね。はい。
ゆうちゃん、サモハンキンポ。いやもうジャッキー・チェンにアプローチ近いけど、黄色ベースにね、ここにね黒いラインが入ってるんですね。ドラッカー、ドラッカースーツみたいな出るわけだ。もう燃えよドラゴンなんですよ。これで最後の問題にしましょうか。はい、東京を出てきてバイトをして衝撃的だったことが1個あったんですよ。それはどんな出来事でしょうか。ニュアンス的には東京なのに。そうそうそう。はい、ゆうちゃん。自転車に乗るときヘルメットを被らなくていいんだ。衝撃だったけどね。はい、こうちゃん。休憩室に牛がいてミルク飲み放題だ。あ、やったやったな。やったで、ね、今あなたもここですかって感じ。ああ意外と群馬出身が多い。そう、正解。正解です。同じ出身校の先輩がいて、すごいね。超ローカルなところで人間がめっちゃ集まったっていう、今回の優勝者マイフェイバリットアンサーを。はい、では発表します。はい、したい。今回のマイフェイバリットアンサーはユッケの焼きまんじゅうです。おめでとうございます。ありがとうございます。やべ、祈ってなかったのに。最後まで群馬の宣伝やん。いやちょっとね、ゆうちゃんのつまい恋のキャベツと迷ったんだけどね。いや群馬の宣伝やん。しかもその問題正解したの俺やし。お前一言ちょうだいよユッケ。まあじゃあユッケさんから一言。群馬最高。カット。またね。しないよ。